アヒルとカモのコインロッカーは、伊坂幸太郎の小説。2007年に映画化作品が公開。2016年に舞台化作品が上演。伊坂幸太郎の5本目の長編。2003年11月、東京草原社の創業ミステリーフロンティアの第1回配本作品として刊行。2006年12月、草原推理文庫に収録された。第25回。 吉川英治文学新人賞受賞作。シーナという大学生の現在の物語とことみという女性の2年前の物語が同時に描かれるカットバック形式の小説。シーナは引っ越し先のアパートの隣人、川崎に本屋で工事園を盗まないかと誘われる。断りきれなかったシーナは本屋から工事園を奪う手伝いをさせられてしまう。その計画の後、川崎や ペットショップの店長をしている玲子から2年前の話を聞かされることになる。2年前の物語は琴トその恋人である金玲、ドルジ、川崎、玲子を中心に展開する。世間で多発しているペット惨殺事件の犯人たちに出会ったことにより、琴トが目をつけられてしまう。琴トは何度も襲われるが、ドルジや川崎に助けられ、逆に犯人たちを捕まえようとする。 二年前の事件と現在の本屋襲撃が次第に繋がってゆく。映画のロケ地はすべて舞台となっている仙台を中心とした宮城県で行われた。映画公開日は宮城県では2007年5月12日に先行公開され、その他の地域は6月23日に公開された。この作品にはどんでん返しがあるため、作者はこの作品を映画にするのは 難しいと思ったと言っている。同名タイトルの朗読舞台が2014年1月にラゾーナ川崎プラザソルで上演。脚本、演出は朗読の力、近藤大輔が担当同名タイトルの舞台化作品が2016年9月にザポケットで上演。脚本、演出は保坂洋が担当。ありがとうございます。